そういうのもあるよね。ことでですね、ここからは実際にロープを使って、はい、自分自身に結んで、でアンカーがあると仮定して、まあ、物に結んでみるっていうのもやってみようと思います、はいはいはい、ではあっちに移動します、はい、あ、結び方を先におさらいしていくということで見ていきましょう。こちら1、ロープを体に巻いて元ロープに輪を作る。2、輪の中にロープをくぐらせる。3、くぐらせたロープを下に通し輪の中にロープを戻す。4、元ロープを引いて完成です。では移動します。はい、なんとなくこう雰囲気は分かった。雰囲気はつかめましたかね。うん、では行きましょう。はい、なんかこう雪かきってなると体温調節も大事ということで、はい、羽織ってみました。こういう格好じゃダメですよ、これ。絶対寒いですからね。これは結構重労働なので、うん、体感調節できる服装の方が良さそうです、うん、はい、ではここにスコップはいるかな。まあ一応形ね、一旦どけようか。どけて、まあ、これがアンカーだと仮定してこれと自分と結ぶっていうのをやってみたいと思います。はい、じゃあ宇野沢さんから。俺からかい。私最初見守ってます。はい、じゃあまずは、はい、アンカー、アンカー、アンカーに、アンカーに結びたいと思います。はい、頑張れ。応援だ、応援だ。周りと声を掛け合うっていうのも大事、ね、あ、そういうことね。そうです、そうです。頑張れはちょっと違ったかな。もやい結び頑張れみたいな。そういう。今は宇野沢さんは、まあ、アンカーだと仮定して、うん、物と紐を固定してます。固定してます。ちょっと待って、大丈夫ですか。大丈夫、大丈夫。なんか雲行きが怪しい感じ。怪しくない、大丈夫、心配しない。あれ、ちょっとなんか今スルッていう音が聞こえた。大丈夫かな。大丈夫、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 大丈夫。こうです。で、こうです。こうして、うんうん、で、こうで、こうだな。こうして、上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 、あ、下、あ、来た、あ、あれ、あれ、あれ、ちょっと待って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 、ちょっとさっき負けたよな。完璧だったよね。たのにな。なんでだろう。本番に弱いタイプですか。いや、本番に弱いタイプですかね。じゃあちょっとこの辺の雪をこうしておく。雪かいててくれ。えい。うん、えい。えい、えい。待って、待って、こうだろ。まだかな。こうして、こうして、こうして、あ、違う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 、ちょっと待って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 、分かった分かった分かりました。本当に反対でした。よいしょ。周りのね、危なくないところの雪をこう、はい。こうです。あ、あ、来ました、来ました。今度は自分自身ですよ。自分自身でいけます。これあの結構物に結びつけるのと自分自身に結ぶので、そう、逆なんだよ。感覚が変わるんですよね。変わる変わる変わる。だからこうなってるんで、こっちが長い方になるんですよ。こっちが長い方です、うん、でこうなるんですよ、うんうん、こうなってで長い方なので、こうしてこれが上に来て、これがこう下に来て、こうなってこうです。おお、ちょっと枠が長すぎた。ちょっと枠が遠すぎましたけど、完璧。おお、すごい。いや、こういうトレーニングあるよ。ありますね。なんかそういうダイエット方法が昔流行った気がしますね。というわけで宇野沢さん大成功です。完璧です。ちょっとできるかな。大丈夫かな。できた、できた、できた。こっちもほどこう、うん、やっぱ先にやればよかったな。後からって変な緊張感がありますね。あ、そう、うん、よいし
よし。はい、じゃあお願いします。これこっちからでもこっちからでもいいのかな。どっちのがいいんでしょうね。こっちからかけた方が。こっちから、そっか、そっちの方がやりやすいというか分かりやすい。あ、じゃあ私こっちに行こう。こう。いや、こ。こうして、こうして、こうして。あれちょっと待ってね。ちょっと待って。敬語がどっか行っちゃいました。こうして、こうして、あ、こうだ。こうしてこう。ん？うん、合ってる合ってる。あ、ん？あ、うん。こっちを引っ張ればいい。よし、こっちできた。痛い。ちょっと、雪かきの時に気をつけなければいけないのは周りの状況を確認する。そうだ、こういうのがさ、バウンド大きくできないからね。慌てないっていうのも大事になってきますね。で、こうでしょ、こうして、こうして、こうして、あ、これをこうで、あれどっちだったっけな。こう、こうかな。で、こうだ。あ、できた。OK OK OK。長い。順調？いいじゃん、いいじゃん。あ、うんうん、大丈夫です。大丈夫、大丈夫。はあ、汗かえそう。というわけで。というわけで。あれ、残念ながらもやい結びになってない？ちょっと怪しい、嘘。最後にもう一度もやい結びのやり方を見ていきましょうか。はい、では。もう一度画像でご覧ください。ちゃんとしたやつね。こちら。これを元にもう一回やってみよう。ロープを体に巻き、元ロープに輪を作ります。ロープに輪を作って、輪の中にロープをくぐらせて、くぐらせたロープを下に通して、輪の中にロープを戻す。とっとっとっと。こうかな？ん？あれ、なんか違うな。あれ、できました？そう。こうか、こうで、こうで、できた。ん？できました？できたよ。あら、丸くして、丸くして、丸くするじゃない？丸くして、丸くして、上から通すじゃない？通して、で、こう、こっち側の上を通すじゃない？これを通して、で、下を通してこの輪の中に入れて、で、こっちを引っ張る。ちょっともう一回いいですか？ああ、はい。おかしいな、番組もやった時できたんだけど、輪っかを作って。こうだよね。こっちが長い方だから、こっちを押してください。で、これをこう、こうして。あ、待って。反対向きだから、いいのか。こう、こうだろ。こう、こう、こう。こう。いや、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 いや。こう、こう、こう、こう。あ、こう。こう、こう、こう、こう。で、ね、こう。こう。ね、で、こう。こう。で、
こうしてこうしてこう。あ、向きが逆だからだよ。そうかそうか。だからじゃあこっち外しますよ。はい、はい、じゃあ巻いてください。はい、巻いて、巻いてね、やりましたね。そしたら輪っかを作ります。輪っか、輪っかこっちで作りましょう。こっちで作りましょう。こっちが長い方ですからね。はい、はい、じゃあ輪っかを回すじゃん。回してこれで輪っかを作ろう。輪っかを作ります、うん、で こっちが長い、こっちが長いので、うんうんうん、長い方を上にしましょう。上にしてこう持ちましょう。はい、持ちました。はい、そしたらこいつをですよ、こいつをですね、ここに入れます。入れます。入れます。で、ここの上を通します。上を通します。それでこのあ、そうそうそう、あ、ん？そう、復習します。はい、さっきできたのにな。というわけで、私の宿題ですね。これはもやい結びをしっかり覚えたいと思います。今日勝った感じがする。おかしい、こんなのおかしい。以上、やってみよう身近な決済でした。では戻ります。こう、ロープ持ってこう。はっ、もうこんな時間じゃないですか。この後収録もあるんですよ、ね、あ、そうか、忘れてた忘れてた。そうだわな、そうだわなと思って。そうですね、振り返りでまたやってみようと思います。はい、ぜひ皆さんも試してみたら、はい、Google プラスのみんなで現在のコミュニティやウェザーリポートで教えてください。よろしくお願いします。それでは間もなくソライブムーンは終わりの時間を迎えます。この後23時からはソライブナイト。今日はウェザーロイドタイプ A 愛理ちゃんがお天気を伝えてくれます。明日は風も強く、前線通過のタイミングでは雨の強まることもありそうですので、しっかりとお天気確認してお過ごしください。では最後に参りましょう。ここからはお休みキャッチです。お休みに添える夜のキャッチをご紹介します。今日はもやい結び、みんなと一緒にやっていきました。皆さんしっかりとできましたか？明日はちょっと風も強いし、注意しなきゃいけないところもあるけど、明日雪かきしなきゃいけないから結び方ちゃんと覚えておいてね。こうしてこうしてこう。おやすみー。